ニコニコカードで顧客対応向上、これはですね社員を幸せにするっていうね考え方の中で、褒めるっていうことをですね社内でもっと徹底したいっていうことで、ニコニコカードっていうのを作ってですね、お客さんの対応を向上するっていうことで、お客さんから褒められたりいいことをしたら本人なかなか書かないので、幹部とか役員が書いて、こういうことで褒められたとか、こういうことがあったよっていうのを褒めるっていう、そういう題材なんです。でそれを共有する、朝礼で発表する、そうやって朝礼で発表すると本人嬉しいよね。それから社員はこういうことやるとお客さん喜んでくれるんだっていうのが分かりますよね。ですからそういう意味ではそうやって褒めるっていうことで、うちはお客様アンケートっていうのを年に2回取ってるので、まあ、そこからも来たやつでいいものはそこにこうね、ニコニコカード入れて、やってます。やっぱり褒めるツール、それからみんながこれをやることによって、あの人これやって褒められたんだ、私もそれしようというね、そういう気持ちで、まあ、やらせていただいてます。ですからそういう意味ではね、このニコニコカードっていいですよ。もう一つね、お客様雷カードっていうのがあるんですよ。どういうことかというと、お客様でパワハラをする、セクハラをする、から無理なんだよという、まあ、いろんなお客さんいるわけですね。でそういう時に社員は一人で悩むわけです。でその悩まないようにするために、お客様雷カードっていうのを書いてですね、社員が上げてくるんです。そうすると担当役員と社長と決めて、まず役員か社長が行って、お客様にこういうことがあったんで直していただけませんか、から粉飾をしてる会社もあって、でこういうのも直してくださいって、直してくれたらそのままだけど、いや俺は直すつもりない、じゃあ申し訳ないですけどって言って、年に1社か2社お断りすることがあります。かわいそうな社員を作らないために、やっぱりそういうお客様雷カードっていうのを作ります。当然直さなきゃいけないことですよね。こういうのはやっぱり我々として言うべきです。で僕らはいつも思うんだけど、長続きしないんです、そういうことをやってる会社っていうのは。だから長続きしてもらいたいので、ぜひお願いしますって言って頼むんだけど、ダメな会社は申し訳ないけどって言って、こちらから解約することがあります。これやっぱり社員をきちっと守るためということと、それやっぱりお客さんを守るため、お客さんにそういうことを見て見ぬふりしてやったら絶対にダメだからということで、実は雷カードというのもあります。お客様目線でされた意外な評価を共有することで全体の意識が高まりますということで、いろんな意味でお客様のいろんなことに対して雷カード、ニコニコカードからお客様雷カード、そういうのを出させていただいているということでございます。これは社員の幸せ作りとお客さんの幸せ作り、これを両方やらせていただいているということでございます。はい、本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。